今日は、中国文化大学が、50年と今日というですね、毎日新聞、元写真部編集員、現在フリーのカメラマンの荒牧さんの写真展に取材に来ています。これ大体40点ぐらいですか。はい、40点ぐらいなんですね。はい、細かいの入れると40ちょっと超えますけど、小さいの入れると、大体40ですね。で、順番はこういう順番ですか。いや、別に順番じゃなくて作品の順番に。そうですよね。で、1967年のこの1月からに。撮影校に行かれて、2週間ですよね、2週間ぐらい撮影されたということであります。この写真はですね、上は紅衛兵に三角帽子をかぶせてる写真ですよね、これ。それで、このバッグに、これは解放軍の兵士のトラックがたまたますれ違ったんですよ。それで罵声を浴びせてんですね。兵士が、だからこれが結局バスなんですね。これね。向こうね。向こうもトラックね。これは一応北京市内ですよね。で三角帽子をかぶせられた人権派の幹部というキャプションになってますね。だから一枚で。こちら僕にちょっとしゃべってるのはこれが一番いい写真だと私は思ってます。でライフなんかに送られた写真はじゃあこの写真なんですか？いや違います。これではないです。ライフはこれですこれ。あこれね。大きいの向こうにあります。これの原版はこれがライフにこれです。あそうですこれ。なんでライフにこれが良かったのか知りませんけど。これは天安門広場の狛犬も無視所で素巻きにされたと。これはどういう映像なんですか。結局打倒なんとかいですかね。打倒。これは実験派を打倒せよという象徴的な写真なんですよね。この写真と、これ以外にも何枚かライフに載ったのはこれだけです。あ、そうですか。そしてですね、これをまたちょっと順番に歴史的な写真なもんですから、もう、この後のはですね、これは紅衛兵が行進している写真ですよね。毛沢東の肖像を掲げて、毛沢東の肖像を行いましたね。毛沢東の肖像を掲げて、それで、北京工科大学の学生だそうです。北京工科大学ね。こういう風景がじゃあ、この池降った。あちこちで展開されて降ったわけですね。一日中こういう風景はありましたね。あ、そうですか。で、この荒牧さんは、観光バスで、外にですね、出て撮影するというわけにはいきませんから、中からこれを写しておったということですよね。しかしやはりこのカメラはどこのカメラですか。どこのカメラですか。ライカじゃないですよね。キャノンで。キャノンですか。やはりすごく。レンズは28mmと100mmと2本だけなんです。あ、そうですか。公開しないで。あ、そうですか。だから2台持ってて。28mmですね。35mmじゃなくて28mmですよね。28mm。これは望遠の100mm。100mmだね。だからこの中からね。撮ってますからね。だからこうワイパーが映っちゃってもうピントが悪いんですみんなね。いやいやしかしピシッとこれ映ってるじゃないですかね。当時の雰囲気がね本当まさしくこの背中には布団とか毛布とかを持ってね。じゃあ街路かそのあたりに寝ながら。寝るとこはちゃんと体育館とかあるんですね。それで食券持って食べるとこもあるし、それで例えば万里の長城行けばそこで見学して修学旅行みたいにみんな仲良くね見学してニコニコして、ここに腕章で紅衛兵っていう腕章がありますよね。これは珍しくこれ親子ですね。紅衛兵の子供です。それでやっぱり連れて一緒に歩ってたんですね。この人は公安かなんかですか。ここに立ってる人。これはこのリーダーですね。こっちに何人もこの中のリーダーがこのだから私見てるんですよ。ね。これはこの写真はどこですか。武漢ですか。このはいそうです。武漢だね。これはカラー写真もじゃあたくさん撮影されてたんですか。たくさんでもないけどまあ。変色してるけどまあ一応焼いてみたんで。あ、そうです。ね、やっぱりカラーだとね、はっきりわかりますよね。あ、これは万里の長城の方まで書いてある。発達例ですね。観光でこちらの方は観光ルートに入ってたんですね。しかし万里の長城でも腕章して。公営で、公営兵ですか。公営みんな見学してね。あ、そうですか。このちょっと前の方のこれがね、毛沢東のこれがこれは北京ですか。そうです。はい。実際に毛沢東もその文学では登場してですね、でこれ演説とかなんとかっていうのされたんですかね。いや、それは間違ってないですね。それはわかりません。やはり50年前のね、当時の中国の様子というのがこの特に服装とかなんとかもう全くね、現在とはね違いますから。これはじゃあ子どもたちがこの反動分子をこの白い鬼の子がやはり海水ハンドボールですね。それでこの木の鉄砲を持って遊んでるわけですね。いいなあ、これは。ここの私の好きな写真はこれです。あ、これね。この子たちもじゃあ親と一緒に来られてね、来て、たくさん来て寒いから表で0か10度ぐらいあるんだからね。いっぱい着込んでますね。今それでもうすっかり街はこう一新してますが、やはりこの壁のですね、全てのこういう壁にこういうふうなまあねスローガンというか、これが書かれておったんでしょうね。こう、この服装が大してかなりひどいっていうかね。これはね、これは一家でもってじゃあこの紅衛兵の一環ですか。紅衛兵の一環というよりもこの北京の街の人の風景ですね。これはまた面白いですね。あ、牛乳。こんにちは。いつもお世話になってます。牛乳売ってるんですか、これ。はい。牛乳。80本。80本牛乳。それであと3本で終わるのかな、これ3本。あとみんなもう空で。牛乳入ったぞ。面白いな。日本じゃなかったんだよね。しかしバックにやはりね、文化大革命万歳かとここにね、やはりもう至る所にこういう建て看があったんだろうね。だから。これが67年ですもんね。67年だと日本で学生運動はまだ両言の日のごとくはねしてないけど、大学に行くとこういうね建て看がいっぱいありましたね。これはこれは工場かなんか行ったんですか。工場の中でこれは何のあれか分からないですね。これもそうですね。これはこれだけこれ7回だね。下がってたら効率悪いですね。これも結局その文革のスローガンかなんかがここに書かれてるわけですね。この下もそうですよね。あ、そうか。劉少奇の50条の罪状というのがここに書いてるな。壁新聞。結局当時ですね、日本の新聞はまあ超まあ読み産経も入ってるわけですよね。カメラマンもこれ言ってるわけでしょ。向こうにはカメラマンはこれ言ったんですかね。みんなどういうふうにしてその社入ったか知りませんね。当時そうか。駐在してた。すごいじゃない。船も引いてますよ。ボルガの船引く人みたいじゃない。ねえ。こうね、面白い。やはり記録っていうのはね。全てをやはり真実を映してるから、これはホテルの窓から見た道路の上から全部スローガン書かれたわけですね。すごいなんか朝気がついて、最近はやはりこういうことないでしょ。ここまで徹底してやることないでしょ。メディアでもってねやるんだから。そうか。これもなんかのトラックに。材木像の燃料かなんか運んでるトラックに護衛兵版で粉砕とかなんとか書いてるわけだな、これは。だから全部のスローガンをねこう掲げて、これは新聞を買ってるとこですね、行列で新聞をね。ははは。大体20代が中心ですが、これも護衛兵のメンバーでしょ。これは兵隊です。あ、兵隊ですか。解放軍の兵士です。このバッジがじゃあ解放軍のバッジですか。はいはい。女性の兵士ですね。あ、そうか。女性の兵士というのもじゃあ当時もかなりあったんですかね。こういう車に乗ってますね、大勢ね。これはシャッターが降りちゃったんですね。これはね、もうその中の壁新聞を読んでるんですね、みんな。これは公営がやはりここに糾弾される側がねここに正面に乗って、でこれは工場のみんな使われたあれじゃないですかね。これがリーダーっていうか工場長かなんかでね。かなり立派な三角帽子だったんですね。しかしこの写真なんかどうやって撮影されたんですか。窓からこうこっそり。うちバスですからね。バスの窓からね、うまくこうグッとね傾けてバックミラーが入っちゃったり、みんなここに映っちゃってるんですね。しかしやはりピントはシャープに合ってるから、現在のね自動ピントじゃないからやはりその段階で窓を開ければもうちょっとね本当はきれいに撮れるんですけどね。これは万里の長城を見学してる護衛兵ですね。はい、みんななんか遠足気分で。そうですね、修学旅行とか遠足気分でやはりね楽しそうだったですね。北京にこの集まれっていうか行けっていうかそういう感じだったでしょうね。